ここ4が逃げる展開なら7が行くと。いやーちょっと早いな、行くのが。これ17ね、抑え程度しか買ってないんで、まあ、6離れるとは思ってたんですけど。いや3着2ね、3着2、3邪魔すんなって、そこやばいって。2番来いって。ダメや。ここも展開はね完璧なんで、ちょっと7番選手あんまりいい感じしないんで、ってなるとまあ短期の3番選手が1着で、まあ2、3着にまあ5、8、1あたりかなと。 OKOKOK 大丈夫でしょう。3番いっちゃう。ここもこれね、やっぱ7番厳しいと思うんで、やばい、あんま出てないな。 OKOKOK やばい、7が来てるって。邪魔しろって、どうにか。8全然ダメだし。3、1551、1551、1551、1551、これ碇選手ね、早めに行ってくんないとね。いやそこ渋ったらダメだって。早めに行かないと4ちぎれるかもしんないんだから。いや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 、それはまずいって。お願い、もう124124、大丈夫大丈夫、力の差は全然違うから。大丈夫大丈夫、4番も4番もついてって、ついてってついてって、大丈夫大丈夫大丈夫、124124。いや3番いやちょっとまずいな本当。まあ、ここは切って切ってで、5番選手が中段かなと。まあ、新田選手がね今回逃げるんじゃないかなって思ったんすけど、これはな、中段やり合ってるわ。いやーここね、さすがにね5番選手逃げたら無理なんで。うわ危ない。いや結局かよ、結局新田だよ。新田の買い時わかんねえよ俺も。いやー普通にライン決着や。いやー強いわ。開始早々終わりました。いやおかしいじゃん、もう枠番的にさ絶対1番2番前取るんちゃうの。だって無理じゃんこんな。期待が逃げてその番手なんてもう絶好以外の何者でもないんだから、そりゃ無理だよ。新田無理でしょこっから。しかも吉卓も入れちゃってるから新田も来ないし、どういうことなん別戦は。そりゃ無理だわ。これね2番選手123期なんですけど、前日5番選手に刺されてるんでね、なのに25が結構売れてたんで、まあ、ここは5-2、まあ、もしくは、まあ、1番選手も強いんでね、5-1-2まであるかなと。いや、5-2-4だけ買ってないよ。いやー、まずいまずい。どうにか来い、どうにか。お願い、お願い。うち来い、うち。OK。5-2-1、5-2-1、5-1-2、5-2-1。OK。
ここはね、6番選手が逃げで、まあ3番手に5番選手いると思ったんですけど、いや、2番もちょっと仕掛け早いな、それは。あ、いや、普通にまくられるわ、これ。いや、マジか。それきついな。これもう完全にね、27。1もダメなんだ。いやー。まあ、7番選手はちょっと変えなかったっすね、さすがに。ここはね、深谷選手逃げ展開で窓場選手まくりの想定だったんですけど、これはね、完全に神奈川が悪い。そんなね、深谷をね、中段に入れて最後方は無理なのよ。いや、おかしいじゃん、だって。おかしいよ、それは。それは無理だよ。さすがに。深谷強いもんだって。そりゃそうなるよ。そりゃそうだよ。もうそれ見たって、昨日だか一昨日も忘れちゃったけど、だから無理だって、無理だって。欄干に前取らせたら無理やん。軍事と機体もどっちだろうがもう無理やん、それは。いや、是が非でも前取らないと。なんやねん、もうシャバンの意味ないやん。うわ、機体や。機体が SS やもん、こんな。いやー、無理でしょう、こっからはさすがに。いやー、でも機体強いわ。うわ、いや、故障も強いわ。